はい、皆さんこんにちは、村長です。昨日クイックエイジーというね、今画面の中央にあるソフトを紹介しましたらですね、質問がありまして、これはアコースティックギターの音を劇的にいろいろ調整できるソフトなんですけれども、これならアコースティックシミュレーターに使えるんじゃないかなというような質問がありました。いわゆるエレキギターを持っている時にこれを使ってアコースティックの音を作れないかということです。なぜアコースティックシミュレーターの話をしたかと言いますと、今僕の方はシンクルームに力を入れています。エレキギターを持っててですね、またアコギに変えるとか、どちらかのギターであってもですね、同じギターばかりだとどうしても飽きてしまいます。シミュレーションできるようなソフトウェアをVST モードで使えばですね、とってもいろんな使い方ができるんではないかなと、今日動画を作ってみようと考えました。村長ミュージックスタジオ。画面右の方にあるのがリアルギターエリートというエレキギターの音源です。まず聞いてみましょう。こんな感じの音です。これにクイックAGを入れてみます。僕なりにこんな感じでどうかなっていう風なラインをざっくり作ってありますので、ちょっと見てください。スイッチ入れます。コンプのリリースを左の方に回します。今コンプの種類を変えていってます。そしてギターのボディなり、ローカット、一番はっきり分かるのはこのトランジェントです。一度バイパスしてみます。入れます。はい、確かにですね、若干アコギっぽい音に変えるのは変えれたと思いますが、やはりこれはアコースティックシミュレーターというソフトではないですので、僕が前から使ってるブルーキャットのリッギターというのにちょっと切り替えてみます。はい、これはですね、左のところでフロムというのでですね、このピックアップ自身をいろいろ切り替えれるようになります。左側をシングルコイルに選びまして、そしてまあ右の方でアコースティックギターの種類をこう選べれるようになっているんですね。一度鳴らしてみます。切ったところから入れます。ピエドヘッドに変えます。アコースティックシミュレーターのエフェクターです。
ギブソンの J200 ジャンボですね。次はトリプル O マーチンですね。そしてですね、ここでボディの形状があります。深さなどを調整することができます。アマウントと書いてありますが、いわゆるドライウェットみたいなものです。ブライトネス。これは原因ですね。まあこういうふうにギターの形状のプリセットで変えることもできますが、こんな風にも変えれます。ここで、ボディの大きさ、そしてこのキャラをですね、持っていくところによって変えることができます。やっぱり専用のソフトはよくできてますね。今エレキギターからアコースティックギターへの変換でしたけど、エレキギターからエレキギターへというモードもあります。はい、このようにアコースティックシミュレーターもかなりですね、優秀なソフトウェアが出てきています。このシミュレーターを目的に購入するんであれば、こういうものを購入する方がいいと思いますけれども、応用としてクイック AG の方でもですね、全くできなくはないわけですけれども、専用ソフトではないということだけ覚えておくといいと思います。今日はこういうふうなアコースティックシミュレーションをやってみました。皆さん、シンクルームなどでもいろんな音を演奏してですね、楽しいセッションをしてみましょう。村長でした。